関崎灯台は、大分県大分市の佐賀の関半島の突端の、関崎に位置する灯台である。関崎灯台という呼び方が定着しているが、正しくは、関崎、灯台と読む。円形右手の島は高島、左手奥は、佐田崎関崎灯台で使用されていた第4灯、フレネル式レンズ1901年7月20日に発、点灯した大分県で最古の灯台である。 1918年4月に竣工した対岸の沙汰、三崎灯台と共に、文後水道の最強部で、瀬戸内海と太平洋をつなぐ方與海峡を通過する船舶の航行に、現在も重要な役割を果たしている。また、領海法出工令をはじめとする各種の法令において、瀬戸内海の範囲を規定する際の起点の一つとされている。1901年7月20日に初転灯した。 発展当時の第3等フレネル式レンズは1918年に里都崎灯台に移設され、その後、関崎灯台では約100年間にわたり、灯台完成前の1870年にイギリスで製造された第4等フレネル式レンズが用いられてきた。しかし、2009年2月13日に高高度 LED 陶器に交換され、フレネル式レンズは 近隣の関崎改正館で展示されている。ありがとうございます。